相当、いや、ペナルティがすごい癖だった。もうすごい地獄の半年間を過ごしようと。まあ、俺、そんなは楽だな。車買った。はい。おーおー、かっこいいやん。全然いいじゃん。暗い暗い。まあまあするだろう。半近くはするんじゃないの。まあそれぐらいですね。なんかまあまあかっこいいじゃん。そう、綺麗だし。まだ綺麗。お前、何ヶ月でよう頑張ったな。あ、でももう半年ぐらい経ちました。ちょっとあれ言えんな、マジで。そうですね。プロジェクトでかすぎて。でかすぎて。プロジェクトでかすぎて。生活ボロボロになってくるだろう。そうですね。ひどかったですね。この時期だったっけ。そう。奴隷みたいな生活。はい、早くないですか、回すなんで車買った車買った。はい。やだな、こうアルファードの横なんて。なんでそれ、お前違う、お前階級が違う、お前人生のか。おおおお、かっこいいやん。もう全然いいじゃん。いくら？は、頑張りました、金額は。本当。はい。お、いいやん、買った。ちょっと書類とか。チェロキーじゃなくてこれ。これはまた全然違うやつなんですけど。パティロット。もうかっこいいやん。お、全然いいやん。まあまああれだな。まんまったなでも。お、なんかまんまかっこいいじゃん。そう、綺麗だし。まだ綺麗。お前。借金は何ヶ月でよう頑張ったな。でも、あ、でももう会社終わって半年ぐらい経ちました。あ、本当。岡部が最近出てないじゃん。はい、動画で言っとんか、ちょっとだけやらかしちゃったよねみたいな話は。いや、あまり内容は触れてないです。いや、よう残ったな。俺もやめると思う。なんだかんだ言います。おいしいね。ペナルティがすごい稼がれてる。もうすごい地獄の半年間を過ごしようよ、こいつは。まあ、俺そんなは楽だよな。ああ、俺が、お前もこっちも似てる。それ、多分前の動画で喋ってたんですよ、触りは。うん。すごいですよ、ね、不倫になってます。は？不倫じゃねえって誰だ。不倫ってお前、不倫ってお前結婚したやつがすることだろ。こいつ何だ、何だ、嫁にいいのよ、お前。違う。だからもうだってもうお前、全部渡ったもんね。あ、一応、来週で終わり。今月の給料で。今日頑張ったな、やめんかった。俺絶対出ると思うんだけど。いや、ジムにも言われました。なんで？どうやって生きてたんですか？はい。おー、偉いじゃん。成長したな、お前。もらいます。もう本当に、入社したばっかか。入社っていうかね、入校したばっか？あ、今もう陸運局じゃん。陸運局。車？いや、車は昨日なんですけど、うん、陸運局行って、うん、あの税金とか手続き関係を終わらしてきて。あ、そういうことだ。ざるましや。いや、めちゃくちゃ香水でも全部買ってきた。買ってきました。うわ、生きっとんねよ、あいつらとかも全部買ってきて。これ何？これ、あの音楽のやつです。何で音楽ですって。これない、あるんですけど。いや、あるだろ。音が悪いんですよね。あ、直接繋ぐと。はい、こっちの方がいいんだ、音。はい、まあ、このナビも新しくないんで。うん、全然、もう全然テレビとかあるんですけど。でもいいじゃん。いくらいくら。まあまあするだろ、お前。な。もう100万近くはするんじゃないの。まあそれぐらいですね。なるほど。はい。これつけた、お前。あ、これつけました。ダサ。これつけてるやつマジで出せると思うんだけど。これないと嫌なんですよね。なんで？なんかこう。トラック運転手みたいなやつだろ。このハンドルの感じが細くて嫌なんですよ。これ太くて嫌じゃない？いや、太い方がいいんですよね。なんで？握りやすいというか。すごいね、お前。ちゃんとなんかおしゃれにしよるやん。もうな、今、オートバックスからなんか出てきたんだ。そう、あ、昨日、てか、なんなら、あの、買う前に行ったっす。もう、あれで行って。買う前に行って、用意しといて、来たらすぐつけました。嘘。ほんと、お前すごいね、はい、頑張ったね。そうか、岡部。お前もついに、なんで、この前もできたんか。まあ、ぼっちぼっちですね。できそうな。まだ言いことがある。あ、これ何？見ていい？何すか？いや、それ俺のカバンです。なんか人形みたいなのがあったじゃん。あ、女の子だろ、こんな。あ、全然僕のです。こんなおしゃれなのつけてんの、お前。これ、そうですね。はおしゃれよ。おしゃれですか。何も入ってタバコしか入ってないです。おしゃれだね。そういうの好きなんだ。あ、そういうの調べて買うの好きなんだ。そうです。これは、しかもこれ、見てください。ん、あの、インカーは左なんですよ。
押してるよ。で、あ、が、そうか、右ハンドルだもんな。そうです。ジープって会社なの？会社です。あ、でも右ハンドルだけど、ウィンカー台はこっちだもん。逆だったよな。あの、ボンネットとかも、そっちについてるんですよ。ボンネットって何？あの、ここでガソリンとか開けるじゃん。あ、そうか。ハンドルだけそっちついてるんだけど、本当は左なの。転席にあるから、はい、逆になってんだ。で、ここだけ変えてんだ。で、これ、あの、バックの時、うん、サイドの下がそこカメラ映るんですよ。あ、すげえじゃん。もうめっちゃ悪いですけど、ね、画質。お、いいね。そっちもつくの？こっちはつかないです。こっちはもう自分で見ろってことで。はははは、そういうことか。へぇ、いいね。なんで、こんなもんでもできた？その話めちゃくちゃ古いじゃないですか。まだそれは言えることがある。秘密のことがある。まだ秘密です。それはまだ使え？何これ？あ、これ取り行った時の。あ？車取り行った時の。電車行ったの？新幹線。あ、乗って帰りなんだ。はい。どこまで乗った？新潟です。マジで行ってるで、電車帰りな。下道で。で、最初高速乗ろうと思ったんですけど。うん。まあ別に、今日休みじゃないですか。うん、陸運局行くだけだから。うん。まあ下でいいか、つって。あ、昨日一日取ってきてたの？ 9 時間かかりました。帰り道。嘘でもすごいのが、うん、自分でも不思議ですけどノンストップで行けたんですよ。9時間なんで？あ、車が嬉しいね。嬉しいかどうか分かんないですけど、うん、全然楽勝でした。まあコンビニちょこっと寄りましたけど、うん、でも2回ぐらいしか寄ってないです。マジで、寄ったのも一瞬なんで。本当すごいね。まあでも乗りやすそうだし広いし、いいよな。ちょっと後ろが狭いかなぐらいで、あとシートが嫌ですね。いや、なんでシートいいじゃん、結構綺麗じゃん。いや、なんかこれなんか安っぽいシートです。安っぽくなくない？こういうのでしょ。そうですか。そういうおしゃれでしょ。だってあれはジープとか。いや、それだってその用途が違うじゃん。これはジープで山とか走る人のおしゃれみたいな感じじゃん、はい、それはもう値段が違うしよ、お前。まああれは何倍だと思っとんのお前。そうですね。一緒だったらこっち怒るわ。お前どういう値段の設定だよこれって怒るわ。会社で壊れんかな。まあ、壊れやすいとは聞きますけど、で、あと燃費もめちゃめちゃ悪いって、うん、あの前評判では聞いてたんですけど、うん、全然そんなことなかったです。昨日も帰ってきて計算してたんですよ、満タンにして、うん、今半分ちょっと上じゃないですか、うん、だからリッター12キロぐらいで帰ってきたんですよ。だからそんなに悪くないの。そんな悪くないの。アルファードもそんな。ほんといいじゃんお前、ついにお前の人生も開いてきたな、うん、ああ、でこれで何、女でもんの？いや、もうその話はやめた。まあ別に来てることでもないけど。お前の動画いつもなんかちょっと神秘的な動画やってくるな。次回何かあるかこれみたいな。匂わせみたいな動画やってくるな。ちょっとあら言えんな、マジな。そうですね。プロジェクトでかすぎて。でかすぎて。プロジェクトでかすぎて。あ、ちょっとおさらい、ちょっと視聴者のためにもちょっとおさらいしようかな。でも、お前が昔、なんであれ怒られたの時、俺もあんま覚えてないんだけど。あの時は、前借りして、あの僕のその、何ですか、前借りを、うん、前借りって多分その月に借り、じゃあ5万円。まあ、月末に終わるよな。うん、5万円借りて、うん、あの、5万円返しますっていう、うんうん、あれなんですけど、うん、そう、僕は5万円借りて2万とかしか返してなかった。あ、そうです。あ、だから1回は俺に頼んだんだよな。20万ぐらいちょっとこういうことでいるもんで、とか、そう、10万いるもんで、とかなんか金額は覚えてないんだけど、で月々返済でいいですかみたいな感じで、うん、あ、ええよってなっとったのに、その後から全部そういう風になってちゃった。そういう風になっちゃって、で、借りる分と返す分が合ってないから。合ってないんだよな。どんどん膨らんでって。そうだ、10万円借りて、月々3万とか4万しか払ってないから、そうそう。まあ俺もいかんけどな、甘やかして。まあそれは仕事もできんわな、まともに。だろう、もう遊びたいばっかだろ、金くれても入るし。そうそう。まあ前借りしちゃいいやで。生活、ボロボロになってくるだろう。そうですね、ひどかったですね。まあ遊びに行こうぜ。いや、前借りしちゃ遊びに行けねえや、って感じだろう。そうなっちゃいますね。ああ、で、その額、総額いくらだったんだ。まあまあ別に P でもなくてもいいか。70万ぐらいですね。あの時動画では言ってないの？一応伏せてましたね。通帳隠したとか、あれは何？あれは言ってない？言ってないです。言っていいの？もう今だったら言っていいの？まあいいですけど。で、ちょっと、あ、そうだ、なんでなんだみたいな、雑だったんだよな。なんでこいつは怒られたんだって。雑だったんだよな。そうです。だから言ってないですよ、視聴者に。なんで怒られたか。ああ、そういうことか。そうです。あ、いいの？言って。まあいいですよ。終わったことなんて。終わったもんな。しっかり全部返済したよな。はい、70万は全部返済して、はい、1年ぐらいかけて返済したの。まあ、1年、いや、僕はもう、半年ぐらいでします。で、1日、だってもう、その時期1日1000円だったっけ？そう。奴隷みたいな生活。だから、毎日、あの、タバコを取るか飯を取るか迷って。
嘘つけだお前。それで1000円だったけど、なんか、毎日、じゃあ本当にこれ視聴者にちょっと伝えるんだけど、あ俺、そこまで厳しくしてんだけど、なんかこいつ、じゃあお前絶対に金あるだろうってないとか、どうのこうので揉めとって、じゃあまあいいや、通帳、あ、違うじゃん。出張かなんか行ってよんで、そうっす。20万がなんか振り込んだるって言って、給料入って、倍取りしたんだよ、確かお前俺から嘘ついたかなんかで。ん？最後。それで怒られたんだろ。倍取り？給料をなんか振り込んでもらったかなんかだけど、なんか給料で払いますかなんかで、例えば前日ぐらいに。いや、そんなことはないと思う。最後。さすがにそれはしないで。振り込みしたやつ、お前これ振り込みされとるやねえかみたいな感じで。で、通帳持ってこいと。いや、通帳もどこにあるかわかりませんって最初になって、うるせえ持ってこいって言って、探せって言って、修行してみて、バーってみんなで探しに行って、で、お前持ってきたら通帳1ページ破いといたんだよ。あ、ありますって言ったんだよ。そうそう。ほんで、だから通帳にまだ入ってますと。振り込んでもらったやつが入ってますみたいな感じになったんだよ。その辺のでも俺、倍取りなんてそんなことはしない。で、お前がね、そこだけ破って入っとるように見せかけて。だよな、確かな。そこ覚えておいた。そんな感じ。通帳破って。そうそう、1ページをね、だいたい30万入っとって。ちょっと熱いな。使っていいよ、これ。いや、いいっすよ。いいっすけど。まあ、終わったもんな。でも、きっちり。本当に、もう、ようやめずに頑張って、不適されず。もう、でも、俺やめてもいいぞ、って言ったもんな、別に、本当に。そうですね。なあ。まあ、さ、返さんでいいぞとは言ってねえけど、うん、やめてもいいぞって言って、飛ぼうと思ったら飛べたよな、ぶっちゃけ。まあ、飛ぼうと思えば飛べな。いや、でも、やめんかったよな。そうですね。なんで、今やこの車買える。やっぱ全然生活が違う。違いますね、今は。あんまりわかんない。厳しくしなあかんねえな、会社ってな。ああ、ほんと。で、今もうきっちり借金返済してから車買って、ある程度頭金入れた入れました。ほんと。あるね、まあまあ高いだろ。で、またぐるぐるとかじゃねえだろうな、お前。これで車買って。だけど、その、今までのぐるぐるだった原因が、もう明確なんだよ。なんなん、ま、まあ、飲みに行くのもそうですけど、うん、まあ、パチンコとか。飲みに行くパチンコ。ああ、かけ事はいかんな。の二つっすね、主に。パチンコやってないの？今もう全く行ってないです。あ、ほんと？はい。なんで、彼女できた？まあ、それっぽい理由。はい、今の言ったらあかんだろ、お前。まあ、そんなような理由。あ？そんなような理由。ああ、じゃあちゃんとしよう。まあ、ただパチンコより優先順位ができたっていう。またそれと終わっちゃったらパチンコ。お前アホかお前。まあまあ、でも今まではその、まあ、ぶっちゃけ、まあ、例えばやることがないからパチンコ行くんですよ、うん、暇なんで、うん、帰っても暇だなパチンコ行くか、パチンコ行くかみたいな、な感じなんで、うん、で今はすごい暇じゃないというか、うん、やることがあるんで、うん、だから行かないっていう。ああ、まあそれもあるな。あとまあ借りれるやっていう感覚があったでな。そうっすよ。うん。でももう前、もう前借りは本当は、もう、あれだぞ、お前ら。本当になしにしろよ、これ。あれも言って、他のやつも言ったけど。そう、前借りって当たり前じゃねえでな、って言って。もうでも今ほとんど車しんじゃうの。しとる？たまにします。あんまりしないの？まあ前ほどは。毎月ある？はないです。ないよな。はい。どうしてもって時だよな。だけど全然前みたいなのも、苦しいようなあれじゃないで、ああ、そういうことだな、返せなくなるみたいな、うん、前ほんと口調じゃなかったもんな、給料だって俺給料日とかもう把握してなかったっすもんね、んもう興味ないんだろ、給料もう興味ないっす、どうせ返済日みたいな感じだったそのなバレてからだろ、そうっす、もう給料日15日前だったら15日って覚えてるじゃないですか、でももうあの時はもう15日近くなってきてもうどうも思わないです、あれ結局どうやってやったの、ショーが月々毎日渡したのこれ1週間分で渡したの、いやもうもらったら俺は全額渡して、うん、でもそっから必要な分だけもらう、1日いくらで、まあ、1週間1週間でいくらもらったの、1万円きつかった、遊びに行かなきゃ別にまあ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 やれるっちゃやれますけど、うん、でその時出張中なんで、うん、もう飯なんて外食じゃないですか、うん、っていうと1日3000円ぐらい使っちゃうってそうだよな、そうすると3000円なんて3日でなくなるじゃないですか、うん、あとの4日どうするってなった時に、うん、まあ、あの近くのスーパー半額狙って1食500円ってことで最初からそれやれんやん別にお前らある間も使っちゃうんだバーって、いやその間はあの
まだその出張中なんで、うん、あのなんていうんですか、僕らが自由にするなんていう空気感を作れてなかったんですよね。共同生活だったし、あとりあえず向こうの成り行きに合わせる、向こうの生活に合わせて、あ飯行くぞって言って、はいみたいな、そんな感じで。まあ苦労したな。まあ岡部もこんなとこまで来て、まあいいんじゃないか、大事にしてな、綺麗にして、うん、まあ、またな、次はこの何年のか知らんけど、2年3年になってこれの倍ぐらいいいやつを、いい車買えたら、はい、じゃあ視聴者の皆さん、岡部が人間になれました。そうです、ね、妖怪人間みたいな、妖怪人間だったけどもう人間になりました。これからも応援よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねー。